えー、皆さんこんにちは。ワード監督です。ワードツです。今日はですね、昨日 YouTube が発表したプレミアム公開機能という、えー、YouTube の新しい機能について解説をしたいと思います。えー、僕はですね、生放送、えー、普段フワッチというサイトで、えー、生放送で活動しています、えー。YouTube ライブとかフワッチとか えー、ツイキャスとかニコ生とか、たくさんの生放送サイトが今あるんですけれども、そこではですね、投げ銭と呼ばれている機能があります。投げ銭っていうのは何なのかっていうと、えー、リスナーの皆さんが、この配信をしてる人、生放送をやっている生主とか、配信者の人に、えー、アイテムを投げることによって、また、えー、お金を投げることによって、えー、配信者の活動を、えー、応援することができるという機能になってます。 で、僕はそれで、えー、生計を立てて、えー、いるのが、今、現在なんですけれども、えー、実はですね、YouTube の動画っていうのは、今まで、広告収入がメインの収入でした。ですが、昨日発表された、えー、プレミアム公開機能というのは素晴らしい機能で、えー、例えば、今日この動画を、えー、今日の夜の8時に、えー、公開します。プレミアム公開します。 という風にチェックを入れると、えー、生放送のように、えー、リスナーさん、チャンネル登録とか通知を入れているリスナーさんの携帯電話に30分後にプレミアム公開がされますよということで、えー、みんなが、えー、同じ時間に集まって、で、チャットを書きながら楽しむ。そういうことができるような機能なんですね。えー、昨日せっかく公開された機能なので、えー、この動画も、えー、皆さんコメントを えー、書けると思います。えー、プレミアムは、えー、決まった時間に告知が流れて、えー、チャットに参加できる。昔で言うとこう、このニコニコ生放送の、あ、ニコニコ、ニワンゴっていう会社がやってるニコニコ動画の機能に近いかもしれないですね。えー、チャット欄で、えー、皆さんと楽しめると。で、一緒に、ああでもない、こうでもないっていう風に書、えー、けると。 なので、今、生放送で見てる方は、ぜひね、えー、こんにちはとか見てますよっていうふうにコメントを書いてみてください。そうすると、えー、画面のね、右側に、パソコンで見てると画面の右側にチャット欄があると思うんですけど、そこにコメントが流れてると思います。で、えー、この機能がすごいところは、今までの YouTube の動画というのは、えー、広告、スポンサーの広告がついて、 で、リスナーさんがそれをクリックすると、僕たちにお金が入るっていう仕組みでした。なので、えっ、ー、と、今だとね、チャンネル登録1000人いかないと、広告がつけられないといった制限が設けられてます。ありがたいことにね、えー、僕のチャンネル今1967名いるので、えー、広告収入は受け取ることができるんですけれども、1000人未満のチャンネル登録の方は、えー、広告を受け取ることができません。で、 この広告収入がメインだった YouTuber、えー、今後何が変わっていくのかっていうと、YouTube の生放送の機能に、スーパーチャットという機能があります。このスーパーチャットというのは、見ているリスナーさんが、えー、お金を配信者、あ違う、じゃあ YouTuber ですね。見ている人が、えー、お気に入りの YouTuber に金銭的な支援をすることができるという機能なんですね。で、僕も、えー、1ヶ月に、 え、数万円、えー、見ているオーディエンスの方からいただいております。で、これは生放送限定の機能だったので、YouTuber が YouTube のサイト上で生放送をやらなければ、この機能は使えませんでした。ただですね、このプレミアム公開機能のすごいところは、えー、チャット欄があるということは、スーパーチャットが使えるんですね。 ということはどういうことかっていうと、今見ているみんながもしこの動画面白いじゃんっていう風に思ったら、スーパーチャットで、え、直接金銭的な支援をすることができるようになります。えー、投げてください <laughs> 生活費と家賃払うのギリギリなんで、もしよかったら応援していただけると嬉しいです。というようにね、あの、本当に僕は、YouTube の機能の改善は素晴らしいなっていう風に思っていて、で、今回の、 この動画に対してスーパーチャットが投げられるっていう機能は本当に素晴らしい機能だなと思ってます。で、今後もね、多分 YouTube はっと、ベータ版で新しい機能をどん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 公開していって、ものすごい時代が来てるなと思うんで、えー、っと、えー、この活動頑張っていけたらなっていうふうに思ってます。ちなみに最近はですね、あのー、アルファセブンという、 ソニー α7 という一眼レフのカメラを買っていただいたんですけれども、あの映画の撮影のね、練習で、えー、このカメラを使っていろんな動画を上げてますので、もしよかったら僕のチャンネル登録をしてね、あのー、なんだろう、いろんな僕の作ってる映像作品とかにいいなと思ったものにはコメントを書いたりとかグッドボタンを押してくれると嬉しいです。ということで今回の動画は、えー、YouTube が新しく発表した、 えー、プレミアム公開機能。そして、そのプレミアム公開機能にチャット欄がついて、スーパーチャット投げ銭ができるようになったっていう、えー、ご報告でした。それでは皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。